皆様こんにちは東京芸術劇場コンサートオペラソラリスのの作曲家の藤倉大ですこの作品の「ソラリスは」はエレクトロニクスとアンサンブルと声とこういい一緒にこう曲音楽が音が作られてるっていう作品でそのコンサートホール自体がこうなんうのかなスピーカーもこうコンサートホールを囲うようにして。 置かれるはずなんですねそれでその多分聞かれる方たちはすごくその自分がソラリスの海にこう海の中にこういるようなしかも普通の海じゃなくて今まで感じたことのない海だとかそういうことをこう本当に体験できるものだと思うんですよ。それは本当にあのコンサートバージョンだとはいえその場にいないとそのホールにいないと体験できないことだと思うんですよね。 何があっても時間を空けていただいて東京芸術劇場に来ていただいて体験していただきたいなと思います10月31日東京芸術劇場コンサートオペラソラリスどうぞお楽しみに